I'm Tomoko from Cooking San. Today I will be making tomato pickled with sweet vinegar. こんにちは。今日はトマトの甘酢漬けを作ります。暑い日に食べたくなる冷やしトマトをアレンジした丸ごとトマト1個使ったレシピです。甘酸っぱい中にも出汁の香りをふわっと感じられる一品です。材料です。トマト、大葉、出汁、みりん、お酢です。では最初に甘酢を作っていきます。こちらの調味料を合わせていきます。2つまみのお塩を入れます。こちらをよく混ぜます。塩が溶けたら甘酢の完成です。ではトマトの皮を剥いていきます。まずトマトのヘタをくり抜きます。ヘタをくり抜いたらヘタのない方に浅く十字に切り込みを入れます。フォークを刺し熱湯に約10秒ほどつけて皮を剥きます。皮が剥けてきたら氷水につけて冷やします。では皮を剥きます。皮が剥けたら深く切れ込みを入れます。こうすると味が染みやすくまた食べやすくなります。先ほど作った甘酢につけていきます。スプーンを使って軽く甘酢を切れ込みの中に入れていきます。この状態で冷蔵庫で30分ほど冷やします。はい、ではトッピングに飾る大葉を切っていきます。茎の部分を取り除きます。大葉は丸めて切っていきます。はい、このように丸めてここから千切りに切っていきます。ではトマトがしっかり冷えたので器に盛り付けていきます。切れ込みを少し開けてここに甘酢をかけていきます。千切りにした大葉を飾ります。完成です。大葉の香りがアクセントになり暑い夏にぴったりの一品です。大葉の代わりに千切りにした生姜や鰹節などをトッピングしてもまた違った風味になって美味しいです。ぜひ作ってみてください。 Thank you for watching. See you next time. Bye bye.